エミリゼゴチリのよっしゃ川田高橋ジュリアンこんにちは。こんにちは。こんにちは。山下これ自分の時だけ一番元気な人それぞれ楽しみにしてましたからね今日はついに山下の方です。よし行きましょう。早速第1問早い早い。まずルール説明します。まあ、僕のことを今から3人に質問して一番答えられた人が山下王です。なのでぜひ皆さんも一緒に答えて山下王を獲得してください。はい、それではいきます。まっしょまずは第1問、これはもう皆さん必ず答えてほしいです。フリ、うん、僕の嫌いな食べ物は何でしょう。全般じゃない。何個かけばいいですか。一個でいいですよ。これはね、もう皆さん何回も話しててもらってるんでね、これは答えてほしいです。皆さん、食べましたでしょうか。はい、はい、それでは答えを石田先生から順番にオープン。野菜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 、正解です。まあ、これはね、皆さん、もう僕といえば野菜が本当食べれないんですよ。まあ、ちなみに好きな食べ物はフルーツパフェです。皆さん、よろしくお願いしますかわいこぶったはい、次行きましょう。次ちょっと早い早い早い第2問、僕の誕生日はいつだったでしょう。あ、これはもう本当隣僕誕生日だったんですけど、まあ、こんなさすがに皆さん何月何日かまでしっかり答えていただいてないと正解ですね。これは皆さん本当ついこの間僕誕生日でした。あ、思い出した。え、違うかなこれ。狙いの子何曜日やったっけ曜日は覚えてないです。皆さん、かけたでしょうか。はい、言いますよ。石田先生から答えの方オープン。7月15日7月16日。え、7月18日。イエス、7月16日。いや、こだわりが、皆さんちょっと誕生日応援してくれたじゃないですか。16ですから。ただ私、有給取ったにゃん。まあ、会社さんからも温かいメッセージとかプレゼントありがとうございました。それでは第3、僕のチャームポイントは何でしょう。これは超簡単ですよ。これは、いや、これ簡単、マジでこれ簡単です。じゃあね、イラスト描いてあげよう。はい、楽勝。楽勝っすね。もう答えていいっすか。いきましょう。皆さん、書けましたでしょうか。はい、はい、で、石田先生から答えの方、オープン。はガングリ頭ワイファイヘアスタイル。答えは、マイガリー。なんで、ワイファイのやつ。違う絵に描いたのが前歯が僕特徴的ですから。そう、マスク外したら出てたから。そうそう、これは前歯が僕のチャームポイントですから。マスク外したと姿見たことなかったのかな。毎日見とる。ワイファイヘアスタイルです。違います。皆さんチェックしてください。それでは最終問題、僕のこの3人に共通している好きなところは何でしょう。ヒントは？ヒントは、なんか毎日感じてます。いや、2つぐらい迷ってますね。あ、分かった。帰っていこうよ。行きます。行きますよ。最終問題の答え、一緒に出てくるオープン。カイジがなくしたものを探してくれること。カイジに対しても甘党なとこ。え、愛と感謝の心の心。それがやっぱり家族感ですよね。やった。僕にとっては石田先生はお兄ちゃんですし、高橋さんはお姉ちゃんで、そして川先生はおじさんみたいな。パパは褒めるパパ。そういった僕たちのこの温かい雰囲気を皆さんにこれからもお届けするので、これからもよろしくお願いします。
それでは結果発表をしたいと思います。お今回山下王はザコシさんです。何ですかこれ。じゃあまた次回もお楽しみに。バイバイ。誰ですかこれ。もっと喜んでください。山下王は高橋さんです。次回の動画は何でしょうか。次回の動画はまた皆さんの楽しい雰囲気を皆さんお届けするんで、またお楽しみにしていてください。それでは次回の動画でバイバーイ。いいやろ、それでも OK です、ありがとうございます。編集頑張ってください。頑張って。